特集です。江東区の中学生を中心としたチームが来月鈴鹿サーキットで開かれるソーラーカーレースに出場します。彼らのソーラーカー作りを追いました。2年間頑張ってきました。どうか応援よろしくお願いします。壇上に並んだチーム江東のメンバー、小学6年生から高校1年生までの11人と区民のボランティア6人からなるチームです。彼らが目指すのはカーレースで有名な鈴鹿サーキット。来月6日に鈴鹿サーキットで開かれるソーラーカーレースに出場します。レースカー作りが始まったのは去年1月。ものづくりの楽しさを学び、環境問題を考えてもらおうと始まった取り組みで、公募で集まった小中学生がソーラーカー作りに挑戦しました。今ちょっと薄い板とかしかないんですけど、これが出来上がると思うと驚きます。制作にはソーラーカー作りの第一人者、池上敦也さんが設計などの技術面で全面的に協力しました。なるべくお金をかけずに、特殊な材料も使わずに作れる方法を考えて今やってますんで。チームが出場するのは4時間で何周できるかを競う耐久レース。目標は完走です。去年夏、設計が終わり車体作りが始まった頃、チームは1年後に自分たちが出場を目指すソーラーカーレースを観戦しました。そこで彼らは洗礼を受けることになります。沖縄から参加した学生チーム、チーム沖縄のピットを訪ねた時のことでした。自分たちでゼロから全部作る、それとも誰かに作ってもらったものを使う。作ってもらう。大人に言われた通り動いてると絶対楽しくない。大人が全部あしたらいいよ、こうしたらいいよって、あ、そうですか、そうですか、自分のアイデア出てくる。だったら最初からやらないわ。受け身になりがちだった彼らを悟ったかのような言葉に、返す言葉が出てきません。この大人ばっかり頼ってないで自分たちで少しやりなさいって先生が言った言葉を参考にして、これからも頑張っていきたい。去年の秋から冬にかけてチームは一つの問題に直面します。めっちゃ少ないです。最近ずっとこんな感じですよ。活動は学校が休みの土日が中心ですが、学校行事や試験などで欠席が目立ち、少ない人数での作業が続きました。ちょ、間に合うかなみたいな。間に合いそう。間に合うな、これね、半年って。間に合うよねじゃなくて、間に合わせるの。この問題をカバーしたのはチームワークでした。集まるごとに子どもたち同士だけではなく、子どもとボランティアの世代を超えた絆も深まっているようでした。思った以上にね、よくやってくれてますよね。どうしても大人が手貸さなきゃなんない部分が必ず出てくるんですけど、それでも手貸してもその後説明すればちゃんとその通りやってますからね。5月、ソーラーカーはほぼ完成し、電気の力で動くようになりました。これがトップチームの性能がここに入ってる。そう。うわ、これ、やっぱりライブハッシュ狙われてダメです。いや、よく出しましょう。ここは出して、優勝を目指しましょう。やっぱり、表彰台から狙いたいですよね。自信は持った方がいいと思う。自信はあります。レースまで2ヶ月を切った6月、チームは鈴鹿サーキットでの試走会に参加しました。ドライバーは満16歳以上と決められているため、高校1年生の山口くんとボランティアの2人が務めます。いよいよだね。あ、そうですね。いや、緊張します。実際に走ってコースの感覚を身につけました。ドライバー以外のメンバーもタイムを測ったり指示を出したりしてサポートします。上がってますね、タイムが。
最初7分台だったんですけど、今もう6分の半ば、走るごとに上手くなってるのはタイム見ればよく分かります。タイムね、ちょいちょい上がってってたよ。面白いですね。右のメーターの数字オンだけ。疲れた。肩が痛いです。よいしょ。疲れ。お疲れ。狭くてちょっと肩動かしたかったんですけど、本番はもっと時間が長いんで、そうですね、気引き締めてきて。完成した車体にはメンバーや家族が願いを書き込みました。楽しみながらやっぱりこうこのソーラーカーを一つの車をこうなんていうのかな、みんなでこう育ててあげるというような形になってるんで、和気あいあいやってる感じなんでね、チーム自体としてはすごいいい傾向にあると思います。体調を崩さないでしっかり管理して悔いは残さないで頑張りたい。完走できそうですか？できる。レースは来月6日、憧れの舞台鈴鹿サーキットでの完走を目指し最終調整に入っています。シェルコート頑張るぞ。おー